水瀬いのり、大西沙織、ピックアップガールズ。この番組は断末メモリアフレーゼの提供でお送りします。ハロウィン終わった。終わった。フィニッシュハロウィンよ。でも人がやってる時に同じことするの苦手だから、遅れてハロウィンする。悪魔。悪魔からやってきたよ。どうすればいいの、何で戦えばいいの。何やこれ。スプラッターよ、スプラッター。いや今日はね、ちょっと遅れてやってきた大西家のハロウィンなのよ。ねえ、どうよ。遅れてやってきた割には結構頑張っちゃったよね。頑張った、すっごい頑張ったよ。ちょっとさ、これ何、これつけてもらいたいわ私。あ、ねえ、こっちがいいと思う。いやこういうのはね、うん、夢の国に行くからできることなのかな。いや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 、ねえ、かわいいと思う。それつけていく。ブリブリじゃん、こんなの。超かわいいと思うよ。私でも今日ほら、頭にもうすでにお団子ついてるからさ、なんかもう装飾肩みたいにならない。大丈夫大丈夫。あ、かわいいじゃん。なんか大学生、大学生っぽい、大学生っぽい。どういう感じ。ハッピーハロウィーン、ハッピーハローって言って、ハッピー、プリトロー、プリトロプリトロでダブルピースなの。プリとかさ、全然ね、上からも下からも生えてますやん。どうされた。ギンギラギン。こっちもお化けに見えるもん、もはや。私一人米印みたいになってる今。バッテンチョ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 ンみたいな、注意みたいになってる。じゃあちょっとね、これうなずくと揺れるの、キモいんだけど。え、ちょっとでもさ、あれじゃない、魔女宅の危機っぽくない。ぽいぽいぽい。ねえ、うん、いい感じじゃん。気をつけてさ、どこに行くの。渋谷交差点。ハロウィンの渋谷はきっとこんな感じだったでしょ。どうだったんだろうね、わかんない。すごいよねあれ。もうニュースとかで見て満足するね。覚えてる、ハロウィンの日にさ、たこ焼き食べたの、うん、忘れたんだ。もう最悪、今日は店じまい。早い早い。え、私と祈りがたこ焼き食べたの、うん、ハロウィンに、うん、ハロウィン当日ってこと、うん、むしろよくそんな覚えてんね。覚えてるよ、だってその店に向かう途中に、私はそのスクランブル交差点のハロウィンパーティーにより渋滞にあったんだもん、車で。え、渋谷にいたの私たち。渋谷にいたの。嘘だね、そんなとこ行くわけないもん。渋谷に行かないよ。いたの。ふさわしくないじゃん。間取ってお互い、うん、お互いじゃない、クマさんもいたよ。ほら思い出したでしょ、あの、ね、あんたがたこ焼き屋さんみたいになって、すっげえ下手くそなたこ焼きをぐっちゃぐちゃにして作って、大事件だったやつ。あれ渋谷。そう。え、嘘。ほんと。あれハロウィン当日なの。当日だったの。私学園祭みたいなやってて、うん、それ終わった後にみんなでご飯行くって言って、一生懸命学園祭終わった後にせっ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 て来たの。よく覚えてるね。うん、よく覚えてるね。楽しかったから覚えてんの。なのに何、楽しい思い出少ないもんな。やめろこれあれなんだよ、あんたすごい落としたけど、なんかサイリウム説あるから。そうそうそう。ねえ、ほんとにこれでさ、もし割れちゃったらどうする。知らない、もう一回やろっかじゃん。え、どうやの。サイリウムであんまこうやったことないんだけど。あの、パキッとするの。こうチューベットみたいな感じ。いや、そんな行かなくても多分パキでいけるんじゃない。でもさ、一つ疑問はさ、これ取り出してじゃないのかな、このプラスチックごと売っていいのかな。え、待って、取り出すんじゃない。やばいよ、取り出さな、絶対そうだよ。ほら、あぶな、騙されるとこだった。あぶねー。うわー。あ、いきます、せーの。いや、え、光ってる。私たちが光り輝きすぎててわかんないの。そういうこと。バカみたいな会話だな、今の。光量が全然大…何これ、何これ、つまんない。え、これ、え、これ何これ、フルフルとか。あ、あ、あ、どうどう、ほんほん、温めるとか。いや、そんな聞いたことないよ、サイリウムを温めるなんて、ね、でもパキパキって言うからそれは間違いない。でもこれに入れていい。やめて。もう女てかさ、こんなんただの
ゴミじゃないか。やめなさいよ、これ一生懸命作ってる人たちいるよ。でもさ、本当は光るはずなんだよね、多分。これさ、もう遊び終わったやつじゃないの。遊び終わったやつじゃないの、これお風呂じゃない、私たちこれ。でそれゴミだよ、ただの。これに関してだって、これは光…え、あ、でもちょっと光ってんじゃない。光ってきた、これ部屋暗くしたらわかる。これちょっと暗いところで見て。いや光ってないよ絶対。もっとパキパキパキって多分ね、蛍光みたいになるやつなの。終わりです、この遊び。やっぱハロウィンは向いてないよ私たちは。でもハロウィン終わったから俺は輝かねえぜっていうことなんだよ、そういうこと、うん、もうこれ呼んじゃった系なの。呼んじゃった系。はい、今回のお料理、ジャガバルくん風コロッケです。おお、ちなみにここまでの過程は合ってる感じですか。間違ってるからの、いける、いける、いや、こうやってゆっくりで、本当に、本当に、いや、行かない、それは行かない。